箴言第12章。戒めを愛する人は知識を愛する。懲らしめを憎む者は愚かである。善人は主の恵みを受け、悪い計りごとを設ける人は主に罰せられる。人は悪をもって固く立つことはできない。正しい人の根は動くことはない。賢い妻はその夫の冠である。恥を被らせる妻は夫の骨に生した腐れのようなものである。正しい人の考えは公正である。悪しき者の計ることは偽りである。悪しき者の言葉は人の血を流そうと伺う。正しい人の口は人を救う。悪しき者は倒されて失せ去る。正しい人の家は固く立つ。人はその悟りに従って褒められ、心のねじけた者は癒しめられる。身分の低い人でも自分で働く者は自ら高ぶって職に乏しい者に勝る。正しい人はその家畜の命を顧みる。悪しき者は残忍をもって哀れみとする。自分の田地を耕す者は食料に飽きる。無益なことに従う者は知恵がない。悪しき者の堅固な櫓は崩壊する。正しい人の根は固く立つ。悪人は唇の咎によって罠に陥る。しかし正しい人は悩みを逃れる。人はその口の実によって幸福に満ちたり、人の手の技はその人の身に変える。愚かな人の道は自分の目に正しく見える。しかし知恵ある者は進めを入れる。愚かな人はすぐに怒りを表す。しかし賢い人は恥ずかしめをも気に留めない。真実を語る人は正しい証言をなし、偽りの証人は偽りを言う。剣を持って刺すように乱りな言葉を出す者がある。しかし知恵ある人の舌は人を癒す。真実を言う唇はいつまでも保つ。偽りを言う舌はただ瞬きの間だけである。悪を企む者の心には欺きがあり、善を図る人には喜びがある。正しい人には何の害悪も生じない。しかし悪しき者は災いをもって満たされる。偽りを言う唇は主に憎まれ、真実を行う者は彼に喜ばれる。さとき人は知識を隠す。しかし愚かな者は自分の愚かなことを表す。勤め働く者の手はついに人を治める。怠る者は人に仕えるようになる。心に憂いがあればその人をかがませる。しかし親切な言葉はその人を喜ばせる。正しい人は悪を離れ去る。しかし悪しき者は自ら道に迷う。怠る者は自分の獲物を捕らえない。しかし勤め働く人はたっとい宝を得る。正義の道には命がある。しかし誤りの道は死に至る。